皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、令和5年2月1日から緊急地震速報の発表基準が変更されました。これまでの緊急地震速報は、気象庁が震度5以上を予想した場合に緊急地震速報を発表していましたが、令和5年2月1日から長周期地震動階級3以上を予想した場合でも緊急地震速報が発表されるようになります。長周期地震動とは、遠くまで伝わりやすい性質を持った地震のことで、発生場所から数百キロメートル離れた場所で大きく長く揺れたり、高層ビルでは大きく長時間揺れたりすることがあります。緊急地震速報が発表された場合、ご覧のような行動を取るようにしてください。はい、地震が起きたらどのような行動を取るのかシミュレーションしておきましょう。それでは今回のラインナップです。再生可能エネルギーについて理解を深めようと、松阪市議会が議員研修会を開きました。地域の企業経営者や従業員が講師となって出張授業を行うワクワクスクールが行われました。今回の暮らしの安全情報は、松阪市消防団についてご案内します。市役所市民税課と松阪税務署から所得税、市民税、県民税の申告についてお知らせします。